ムクリン・ビン・アブドゥル・アジーズ・アル・サウードは、サウジアラビアの政治家、王族・サウード家の一員で、初代国王・アブドゥル・アズ・イズ・イブン・サウードの35、何、第7代国王・サルマーン・ビン・アブドゥル・アジーズの異母帝、元皇太子験副首相、元国王特使、元国王顧問、空軍時代のムクリン。1945年9月15日。 初代国王アブドゥルアジーズと18番目の配偶者のバラカとの間に生まれる。1968年にイギリスのクランウェル王立空軍大学で中尉に任官し航空工学の学位を取得。1974年にアメリカ合衆国で参謀コースの修士を取得。1965年にサウジアラビア空軍に入隊し、1970年に 第2飛行隊長や作戦参謀を務め、1980年に空軍を除退した。1980年3月18日にハイル州知事に就任。1999年11月24日、兄、アブドゥルマジードの公認として、マディーナ州知事に就任。ファハド国王はムクリンに対し、マディーナ州で発生した反政府。 反王室でも沈静化させるため町の近代化を行うように指示した。指示を受けたムクリンはマディーナ州の医療・教育政策を推進した。2005年10月22日、サウジアラビア総合情報庁長官に就任。2007年にアルカアイダによるサイバーテロ対策のための会議を開き、国民への注意喚起を促すためのウェブサイト開設を決定した。また、 2009年に結成されたアラビア半島のアルカイダに対処するため組織の改変を実行した。これらの活動により、長官在任中はパキスタンの政治に積極的に介入し、パルベーズ、ムシャラフ、ナワーズ、シャリーフ、ベーナズイールブッの政治的和解のために尽力した。2012年7月19日に長官を退任し、同日中に国を顧問。 国王特使に就任。就任後は、東南アジア外交を担当した。2013年2月1日、アブドゥッター国王より、第二副首相に任命される。2014年3月27日には、サウジアラビア史上初のポストとなる、副皇太子に指名される。2015年1月23日、アブドゥッター国王の死去とサルマーンの国王即位に、伴って皇太子。 副首相に指名されたが、同年4月29日、サルマーン国王の直命により、皇太子圏副首相、国王顧問、国王特使を解任された。アブドゥッラー派だったムクリンを権力の革新から遠ざけ、国王の周辺をスデリーセブン派で固める意向による解任とみられた。これと引き換えにムクリンの息子のマンスールが国王顧問に就任したが、中東調査会は、 これを取ってつけたかのような配慮と表し、サルマーン国王の露骨なスデリーセブン派への権力、集中人事により、王族内の結束が崩れる可能性を提起した。なおマンスールについては、汚職容疑でサル、マーン国王とムハンマド皇太子の急進的な改革に対する抵抗勢力と見られるムトイイブ、王子やアルワーリド王子ら11人の王子や、 複数の閣僚経験者の逮捕が報じられた2017年11月5日に乗っていたヘリコプターが墜落し死亡したと報じられた。マディーナ州知事や総合情報庁長官としての手腕から次期国王候補の一人と見られていたが、母原かがイエメン出身だったため他の国王候補と比べ注目度は高くはなかった。しかし、2013年に第二副首相に就任して以降、 有力な国王候補として注目されるようになった。マディーナ州知事時代に当時女性協議会の会長を務めていたアブタと結婚し14校受けている。また文学、天文学、詩を好み数千冊の書籍を所有している。ありがとうございます。